前にマリサ1は完結型で味わい深い作品知りたいって言ってたよね。そうだったか。そんな覚えはな。言ってたじゃなーい。そりゃもうしつこいぐらいに。そんな覚えはないけど、そうだったかもだぜ。ちょ、彼はさできたぜ。それで何を紹介してくれるんだぜ。東洋系の雰囲気が強いけど、日本とイギリスのハーフで、礼儀正しく物腰が柔らかく、全然強そうじゃないんだけど、様々な物事に詳しく、その辺にあるものを使って武器を持った敵を倒してしまうなど、サバイバル能力が高く、さらに戦闘においても卓越した能力を持つ男性が主人公の、マスター・キートンって作品だよ。確か何回か見たことあるぜ。深夜帯にやってた作品だよな。そうだね。深夜アニメが徐々に盛り上がりを見せ始めてきた1998年の作品で、夜中に何の気なしにテレビ見てたらやってて見たことがあるって人も多いみたいだしね。いろいろチャンネル変えてたらやっててそのまま見るって感じだったぜ。1話完結型の作品だから話がとんでも問題なかったしね。静かでゆったりとした雰囲気を持ちながら毎回深いストーリーが展開され、とても見応えもある作品だったんだけど、連名になってる原作の問題がややこしくて、いろいろと揉めてるとこもあるみたいだよ。そういうのはデリケートで複雑な問題だしな。それじゃ今回は、博識で実はめちゃくちゃ強い主人公が活躍する、人間味のある味わい深いストーリーが特徴的な、1話完結型の作品、マスター・キートンを紹介するよ。ややこしい問題が気になるぜ。まあ後でそれも話すよ。おう、よろしく頼むぜ。静かで雰囲気がいいってのが最初に思いつきそうな作品。主人公は遺跡の発掘調査をしたいがために、考古学者として大学の非常勤講師として働いてるけど、その職は長続きせず、その職に関してはよく失業中の状態になってるみたい。なんかインディ・ジョーンズみたいだな。まあそんな派手さはないけどね。ただある発掘調査中に起きた事件でやってきた保健調査員と知り合い、鋭い視点を持ちピンチでの問題解決能力の高さからその男性に誘われ、副業で彼のパートナーとして保健調査員であるオプとしても活動してる感じ。オプってなんだぜ。オペレーティブの略称で、スパイや私立探偵って意味もあり、請負いで保健調査を行い、その支払いに対する正当性や妥当性などを深く調査するため、探偵的な立ち位置ってところがあるね。探偵だとディテクティブになるし、また少し違った意味合いっぽいな。英語では刑事ともされるし、もう少し弱い意味合いっぽいね。そういった背景から作中ではほぼオプとしての活動が中心に描かれ、それはもうほぼ本業と言っていいほど、様々な国が舞台になり、毎回いろんなキャラが登場し、調査の名目から真犯人を見つけたり、遺産を狙う敵と戦ったり、人探しをしたりといろんな話があり、バラエティに富んだストーリーが印象的で、ミステリーな雰囲気がある謎解き要素や、人間味あふれる感動的要素なんかもあり、ほんと味わい深さがあったよ。確かにそういう作品はいいな。ほぼ外れなしなストーリーばっかだったしね。毎回いろんな国が舞台になるけど、ロンドンが拠点のロイズ保険組合の依頼が中心であり、主人公の国籍がイギリスということもあり、ヨーロッパが舞台の中心って感じ。旧ソ連の崩壊後の東西冷戦後って時代背景のため、ベルリンの壁崩壊前後の東西ドイツの話が多めで、旧ソ連がロシア連邦になった後の話なども絡まされてるのが特徴だよ。今まさに渦中の国でもあるぜ。主人公は礼儀正しく物腰が柔らかい、常にスーツ姿の東洋系の見た目の男性で、どちらかといえば舐められやすい見た目だけど、実は元イギリス特殊部隊 SAS の精鋭、サバイバル教官になったほどの逸材で、訓練生からはマスターのあだ名で有名だったほどの凄腕で、痺れる設定だぜ。それゆえサバイバル技術や、あらゆる戦闘技術にも精通してて、さらにイギリスでも超エリートのパブリックスクールを卒業して、オックスフォード大学に入学した秀才、世界トップクラスの大学だぜ。様々な知識を持ち、特に考古学や歴史には造形が深く、複数の言語を操れるマルチリンガル、日の打ちどころがないような人物だな。ただ見た目にその雰囲気は全く漂ってなかったよ。まあそれもいいとこだぜ。そのことから主人公は作中にいろんな知識や技術、歴史なんかを解説してくれて、雑学的な要素が結構あってためになる作品でもあり、比較的静かでゆったりとした内容だけど、大体危険な目に遭いながらも常に冷静。普段武器を持たない彼は、その辺にあるものを駆使して敵を倒すっていう爽快感もあるんだ。ギャップがいっぱいそうだぜ。また、日本に娘と父親が住んでて、主人公も日本人のハーフであり、日本の大学で講師をしてることもあったため日本を舞台にする話もあり、主人公の幼馴染やパートナーが時折登場するけど、基本的には主人公と毎回様々なゲストキャラで構成されるストーリーだよ。行き先も毎回違うっぽいしな。ストーリーはイギリスで遺跡発掘に携わってた大学助教授の転落死が起き、その調査のため現場に依頼されたオプがやってきて、監督に相手にされない中、新入りとして入ってきた主人公が指定されてる場所と違うところを掘ってて怒られてて、なかなかめちゃくちゃなことするな。独自の観点と理論があるからね。昼食で皆が現場を去る中、オプが主人公に目をつけ、
現場責任者の部屋へ案内させ、なぜかそこに立ち会うことになり、遺留品の調査中に声を荒げ感情的になる女子と思われる男性。怪しいぜ。主人公と一緒に部屋を出た奥は土器のかけらっぽいのを見せて何かと尋ねると、この辺りの出土品のかけらだろうと伝えられ、主人公が匂いを嗅ごうとするけど、一晩中水に浸かってたから無駄だと、奥は犠牲者のポケットに入ってたものを失敬してきたみたい。悪い奴だぜ。まあ重要な証拠品でもあるしね、発掘中の考古学者のポケットに土器のかけらを持ってても当然かなっていうと、主人公は考古学者ならそんなことはしないと伝え、その時土器が割れるイメージが浮かび、馬鹿げた話かもと前置きして、もし土器で頭を殴られたなら入るかもしれないと伝えると、奥もそう思ってたようで、警察の報告書には犠牲者の頭には傷があり、川に落ちた時にできたものとされてたけど、頭を殴られてから川に投げられた可能性もあると疑いを持ち、現実的なオプトロマンチストな発掘作業者が出した答えが同じことにとても感心してた感じ。主人公の勘の鋭さだな。再び他の現場の人間に聞き込みを行い、犠牲者と現場監督が言い争ってたことを聞き、さっき声を荒げた助手に確認するとそれは見当違いとまた怒られてしまう始末。嫌なことをいちいち確認取らないといけないのはほんと辛そうな仕事だぜ。今度は現場監督を現場近くに呼び出して亡くなった状況を話し、その晩言い争いをしてたことを伝えたけど、その事実はあったけど酒を飲んで仲直りでその後のアリバイもあると突っぱねられ、そのアリバイ確認に行き現場に戻った夜また主人公に会い、この状況についての愚痴を言いながら酒を勧められ、ちょっとした小話をした後、奥が土器のかけらを捨てようとすると、ワインの香りがしたと思うから貸してほしいと匂いを嗅ぎ、やっぱり匂いがあることを伝える主人公。すごい嗅覚だな。そんなはずはないと奥は言うけど、現場監督と酒を飲んでたことを思い出し、そしてまた怒り気味の助手のところへ聞き込みに行くと今回は冷静で、土器のかけらを見せるとその晩に一緒にいたメンバーを伝えられ、そこには現場監督の名前も、複雑さが増してきたぜ。主人公は飾られてる皿や壺を見ながら、古い陶器を集めるのが趣味なのか尋ねると、少し含みもありながら、17世紀新調の時期でお茶を入れると格別だからと勧め、準備に行く助手、主人公は小いまりの皿を見つけると、その裏から土器のかけらを見つけ、奥はこれで現場監督が犯人で間違いないと楽観してるところに主人公が、このかけらにもワインの匂いがすることを伝え、持ってたのと合わせると同じものと気づきハッとする二人。な、謎が深まってきたぜ。それを聞いた助手が銃を構えあれは事故だったんだと。やっぱ助手だったんだぜ。最初の行動が怪しかったしね。その夜発掘の成功を祝おうと出土品にワインを注いで犠牲者と乾杯をして、成功で犠牲者の今後が大きく開け、教授のお嬢さんにプロポーズができると喜んでたけど、実はその助手がすでに彼女にプロポーズをして了承を得ている手紙を犠牲者に見せると、犠牲者が逆上して助手を殺そうとしたため、正当防衛として出土品で頭を殴ったのが致命傷になっちゃったみたい。なんとも言い切れない話だぜ。けど正当防衛ならわざわざそんなことせず隠さなければよかったのにな。そうすると少なからず罪を受けて大学を追われることになり、結婚も破談になっちゃうっていうジレンマからそうさせたみたいだよ。なんか複雑で救いようのなさもあるぜ。銃を向けられたピンチの中で主人公は冷静に安全装置がかかったままのことを伝え、ひるんだ隙に取り押さえ彼は捕まることに。まあ仕方ないけどそうなるのぜ。この騒ぎで現場は中止、主人公は無職になり、奥と一緒に歩きながら小話で軍隊にいたことなどを話し、ちょうどアシスタントに逃げられてた奥は彼の技量に目をつけ、楽で創造性が必要で仕事の合間にできる、ぴったりの仕事があると半ば強引に誘い込み、主に現場を担当する奥としての仕事をすることになったんだ。変わった縁から生まれた始まりって感じだぜ。主人公は何が楽だ？って騙された感満載っぽいけどね、かなりの危険が伴いそうだしな。そして主人公が主に奥として現地へ出向き、様々なキャラやその人たちをめぐる事件に巻き込まれたりなど、ほんとバラエティに富んだ一話完結型の話が繰り広げられ、キャラたちの様々な感情が渦巻く人間ドラマってところが見どころで、派手さはないけど一つ一つの話が濃く、静かでシリアス、時には感動する要素もあり、東西冷戦に巻き込まれ強制的に権利を奪われたり、大切な人と離れ離れになってしまった切ない心情や、過去の恋愛、友情、親子愛といった人間の感情にまつわる話が多く、一人一人に深いストーリーや感情があり、主人公はそこに踏み込むのではなく、ただちょっとしたサポートをすることもある程度の、一歩引いた視点ってところもまた味わい深かったよ。誰しも年輪を積み重ねいろんなストーリーがあるしな。な、何マリサ突然、深いね。数話見ただけでも面白かったし、見やすそうで良さそうな作品だな。一話完結型で時系列に関しては緩やかに繋がってる感はあるけど、たまに過去回なんかも挟まるから若干曖昧なところもあり、あらすじとして話したのも初回の話じゃなくて、テレビシリーズの
の最終話に当たる始まりの話だよ。最後にきっかけの話を持ってくるとは憎い演出だぜ。テレビシリーズ24話に OVA が15話の全39話と比較的長めな作品。OVA が長いな。珍しいけどそれだけ根強い人気がある作品ってとこだね。その分ゲストキャラは非常に多いけど、ほぼ主人公と共に話が進んでいくため、主要キャラは少なくまとまってる感じ。まあそうなるよな。まずは発掘調査のチャンスを探りながら、ロイズ保険組合の奥としての活動が多くなり、平凡な東洋人風な見た目だけど凄腕な男性ヒラガ・キートン太一、日本人の動物学者の父親と、イギリスの名家の母親から生まれたハーフでイギリス国籍。生まれからしてエリートだな。ただ結構早く両親は離婚してて母方で育った感じ。まあいろいろあるしな。子供の頃から自然に親しみサバイバルの知識なんかもあったようで、東洋人と偏見もあったけど度胸が座ってて、一人で楽しむ術も知ってるような雰囲気を持ち、イギリスの上位1割が通う、格式や伝統あるエリート校パブリックスクールを卒業し、世界屈指の名門オックスフォード大学に入学した生粋のエリートだけど、在学中に出会った日本人の女性と激しい恋愛の末学生結婚して娘をもうけるけど、彼もまたすぐに離婚ってなっちゃったみたい。血は争えないってとこだぜ。別れた奥さんには未練が強くそれを断ち切るために大学を休学して軍に入り、3年で精鋭部隊である SAS に入隊、オークランド紛争や在英イラン大使館人質事件などで活躍して、サバイバル教官にもなり伝説的マスターとも囁かれるほど、チート級の主人公だぜ。士官候補生として扱われたけど、あまりに現実的すぎて自分には向かない職業と感じ、軍曹の時に名誉除隊をし大学に戻り卒業して、使徒アオグ教授が提唱した説の証明を目標に、考古学者としていろんな大学で非常勤講師をしながら、遺跡発掘の足がかりを探る日々。すごい変わりようだな。発掘調査で人類の歴史に思いを馳せる、ロマンチストな性格が強いみたいだよ。ロマンは大事だしな。保健の奥と考古学者としての大学教員と二足のわらじに、除隊したとはいえ軍とのつながりもあるいろんな顔を持ってるけど、大半が奥としての仕事が占めてるところがあるのが現状で、一部から評価は高く優秀な教育者でもあるんだけど、無気力で不真面目な学生たちの前にその情熱は空回りし、たびたび休校を繰り返し評価も悪く、非常勤なので契約が切れるたびに無職になり、次の機会を探す渡り鳥的な感じ。確かに生徒の質もモチベーションに関わるしな。奥としては非常に優秀で、歴史や雑学的なところなど様々なことに対して深い知識を持ち、どこにでも打ち解けやすい人当たりの良さや、様々な言葉を話せるマルチリンガルで東洋系のハーフのため、どの人種にも見えどの人種にも見えないという利点もあり、その平凡な見た目から相手に安心感を与えやすく、鋭い視点と冷静な推理で問題解決能力の高さに、危険な状況に陥っても卓越したサバイバル知識と戦闘能力の高さから相手を圧倒するほど、資格がないぜ。銃を携帯することはなく、その地域の環境や地形、周りの状況などを見て、そこに適した武器をあるもので作り有利な状況を作り出すのにも長けてて、確か非常に近い間合いだったら銃を抜いて撃つより、ナイフや素手で素早く間合いに入った方が強いとかあるしな。詳しいねマリサ、攻撃しても決して相手には致命傷を与えず、相手が窮地に陥ったら助けずにはいられない人道か。銃の扱いも完璧と思われるけどほぼ銃は使わず、銃口を人間に向けるのは躊躇してるみたい。確か見た時銃口が曲がったライフルを撃ってた覚えがあるぞ。多分作中で唯一銃を使ったとこっぽいね。日本に父親と娘がいてたまに日本で一緒に過ごし、オフの時はラフな格好でのんびり過ごすけど、普段は常にスーツを着てて、砂漠の発掘現場での聞き込みでさえスーツで行き、実は日光を遮断する保護効果に、通気性の良さなど非常に機能的に優れた服装でもあるみたい。スーツにそんな機能性もあったんだな。そんな雑学がいろいろだよ。父親はフラフラ過ごし、娘には頭が上がらないけど家族仲は良く、危険な仕事をしてるから生傷が絶えないけど、娘には単調なデスクワークばかりで転んだだけとごまかし、仕事のことは知ってるけど内容については隠してるみたいだよ。余計な心配をさせちゃいそうだしな。次はキートンの父親で動物学者だけど、フラフラしてて女性好きな高職な初老の男性ヒラガタ兵。ロマンで生きてる感じだな。キートンが小さい頃に離婚して日本に住んでるようで、昔住んでた横浜のボロアパート界隈の殺伐とした人間模様が、自然界の弱肉強食を彷彿とさせるらしく、自身の原点みたい。危険そうだぜ。今でも三大ドヤ街って言われる場所もあるしね。自由奔放な性格で、好
き勝手に暮らしてるような感じで、若くて綺麗な女性に目がなく、会うたびに違う彼女がいるなど好色ぶりで、キートンや孫娘からは呆れられてるとこも、羨ましい限りだぜ。ただその行動力はすごく、高い交渉力や様々なことに対する深い知識など、特定の分野においてはキートンの知識を遥かに忍ぶほどで、機械いじりも得意らしく何かに没頭すると親子ともども周りが見えなくなるほど、確か山に水を送る装置みたいなの作ってたな。動物学者として旧日本軍で動物兵器開発に協力させられてたこともあり、そのことを悔いて動物に無償の愛情を注いでて、ちょっと不細工な雑種の犬や数匹の動物を飼ってるみたい。普段はひょうひょうとしながらとぼけた気のいいじいさんでどこか憎めないキャラだけど、時折シビアな面を見せたり、かなり切れ者な雰囲気もあるよ。ただ物じゃなさそうな雰囲気はあったぜ。次はキートンの娘で明るく元気で優しさもある女性平賀百合子。何回のクマやわらに似てたな。そりゃ元は浦沢先生の絵だし、年齢も近い感じだったしね。普段は母親の元で暮らしてると思われ、キートンが日本にいる時は他兵と共に一緒に過ごし、何かとおせっかいを焼く面倒見のいい女性。父祖父ともにフラフラしてるし大変そうだぜ。母親譲りの気の強さや現実的な面と、父親譲りの堅実さやロマンチストの面を持ち、父親のお人よしすぎるところを指摘などするけど、自分もかなりのおせっかい焼きでいろいろ首を突っ込むタイプ。血は争えないぜ。自発でまっすぐな性格であり、将来について父の考古学者や母の数学者、祖父の動物学者といろいろ考え楽しみに感じてるよ。可愛くていい子だぜ。次はチャウチャウの血が混ざったちょっと不細工な多兵の愛犬タスケ。額に罰の傷があり、捨て犬だったところを多兵が保護しよく一緒にいる犬。ダメ犬みたいな見た目だけど、嗅覚と聴覚が異常に優れてるらしく、たまにキートンに連れられて物探しするけど、最初は自分の興味に突っ走る感じ。犬は好奇心旺盛だしな。けどちゃんと目的を果たし活躍してて、多兵と共に事件解決なんかもしたことあるみたいだよ。なかなかやる犬だぜ。次はキートンの幼馴染みで、マスコミからも注目を集める有名な探偵チャーリー・チャップマン。チャップリンに似てるな。チャールズ・チャップリンだしね。子供の頃は変わった見た目のキートンをのけものにしてたけど、彼の度胸のある行動から打ち解け仲良くなったみたい。素早い事件解決をモットーに凄腕の探偵でもあるけど、キートンには推理で一歩及ばず、度胸も座ってるところから、現場で彼に出くわすと煙たがり、彼をライバル視してるところも、さすがキートンだな。キートンのことをハーフジャパニーズと呼ぶけど、自身もイタリア系のハーフで、女性に惚れっぽく事件に私情を挟むこともあるよ。まあそういうこともあるぜ。次はキートンにオプの仕事を進め共同経営者でもあるダニエル・オコンネル。ストーリー始め頃には10年近い付き合いになってて、皮肉や冗談を言い合う相棒同士って雰囲気。しばしば非常に難しい仕事を取ってくるため、キートンから煙たがられることもあり、ファッションにはこだわりがあって、女性に弱くよく振られてキートンと飲み明かすこともあるみたいだよ。なかなか癖が強い感じっぽいな。最後はオックスフォード大学の教授でキートンの恩師であり、考古学の道を進む人物となったユーリー・スコット。著名な考古学者で多くの格言を残した人格者。多くの人から慕われ、とても肝が据わった人物で、大戦中にドイツ軍の空襲が起きてもまだ時間があるとして講義を続行し、当時の学生たちから鉄の睾丸の異名を贈られたほど、命より講義ってのもまた感慨深いぜ。キートンに落第点をつけた唯一の教授で、能力がありながら手を抜いた彼を叱咤する意味合いでもあり、実際には彼の実力を認めてて、再提出した際はそれを評価したほど、しっかりとした人を見る目を持った教授っぽいな。自身の提唱するドナウ文明起源説を異端視されることを覚悟の上で発表して、学会を追放され、冷戦などの時代背景や自身の体調の問題で、自らでは立証できることはできず、キートンがその志を継いで奮闘してる感じ。キートンの娘ユリコは教授の名から由来してるよ。ほんと大切な恩師なんだな。ほとんど登場するのは主人公中心で、他キャラは数回程度ってほど、その分毎回いろんなキャラが出てきてとても印象深い人物も多かったよ。確かおせっかいで首を突っ込む行動力が半端ないおばあさんとかいたな。謎な人物だけどとても鋭い視点を持ってて、キートンも感心するほどだったね。ほんといろんなキャラが出てきていろんな声優さんが使われてたのも印象的で、主役のキートン役は俳優や吹き替え、声優など様々活躍された井上紀博さん。ほんと最近亡くなられちゃったな。ほんと残念だね。娘のユリコは宇宙戦艦なでしこの艦長ミスマルユリカや、前に紹介してたノワールやマドラックスの主人公の一人なんかもしてた桑島宝子さん。特出してたのはサザエさんの初代波平や、前作のヤワラの井の熊治五郎に、
数々の作品で様々な役をこなした名声優永井一郎さん。あのじいさんすごかったぜ。破天荒だったね。ナレーションやちょい役でちびまる子ちゃんのナレーションで有名なキートン山田さんが使われてたし、キートンつながりだな。ゲストキャラにはたびたび有名な人が使われ、若手時代の神谷博士さんもゲストで使われてたよ。へえ、すごいな。原作原案は浦沢直樹先生、葛飾北星さん、長崎隆さんの連名になってて、原作の作画は浦沢直樹先生が手掛け、かなり人気の作品。アニメ版の監督は多くの作品で絵コンテや演出を手掛け、後の名作モンスターの監督や、最近ではメイドインアビスの監督も行う小島正幸さん。ちょっとトラウマ級の作品だぜ。確かにギャップにやられたね。プロデューサーには虫プロダクションからマットハウスを立ち上げ、アニメ創世期から数多くの作品に携わり、世に送り出してきたパイオニア的存在丸山正夫さん。そのつながりもあり、凛太郎さんも絵コンテで少し携わってるのも印象的で、すごい大物だぜ。作画監督には宮崎駿監督の一番弟子と言われることもある、ジブリ作品やルパン三世、オネアミスの翼にアキラなど多くの名作に携わる高坂鬼太郎さん。一番弟子ってすごいぜ。後のモンスターでもキャラクター原案に携わってるしね。作画に関しては若干時代を感じるとこはあるけど、味わいがあって作品の雰囲気にとてもマッチしてて見やすい印象。確かにいい雰囲気があったな。そしてキャラがやはり特徴的で、女性は大体綺麗か可愛く、男性はどこか癖がある特徴的な見た目で等身大に近いキャラ、ちょっと可愛らしさもある老人に、理髪層だったり生意気層だったりする子供など、浦沢先生らしい表情や個性豊かなキャラたちがいい味出してるね。柔らの時もほんといろんなキャラいたしな。癖が強いキャラがいっぱいだったね。原作の時代背景から東西冷戦にまつわる内容が多めで、特にベルリンの壁で隔てられてしまい、崩壊でつながりはしたけど情勢不安が残るドイツによくフォーカスが当たり、東西ドイツの主に東側にまつわる歴史などがよく出てきた印象。麻薬の世界だったらしいしな。キートンの母国であるイギリスについての話もたびたび出てきて、グルメでありいろんな国の変わった食事がたまに登場したり、特にお酒を絡ませる話が印象的で、イギリスのスコッチウイスキーや日本酒、特に印象的だったのはフランスの当たり年に作られた最高傑作のワインの話は、歴史的背景に雑学、ワイン業界における状況などとても深みのある話だったよ。お酒の雑学とか知ってるとかっこいいしな。ワインは特に奥が深いしね。全体的に深くて味わい深い話で構成されてて見応えがあり、中国のタクラマカン砂漠の発掘現場でウイグル族を絡ませた話など、イスラムの歴史に絡ませる造形の深さや、すれ違いから砂漠の真ん中に数名で放置され苦しい状況だったけど、キートンのサバイバル知識で乗り越える話なんかすごくためになるとこもあったよ。そんなことされたらすぐくたばっちまうぜ。まあ普通ならね。またタイトルにもなってるマスターは特に称号ってわけではなく、その能力や実力に対する敬意的なあだ名や通り名的なものみたいで、最終話では唯一庭を使った前後編でキートンの元上官が出てくるんだけど、 SAS 時代にはフェンシングの教官で、その恐ろしいほどの強さや風格から最も尊敬されるべき人物につけられるプロフェッサーのあだ名で呼ばれてたよ。じゃあマスターより上なのか。多分そうなると思うよ。そして原作が連名になってるためややこしさがあり、それが元で2005年から2011年8月にマスターキートン完全版が出るまで原作は絶版になってたみたい。何があったんだぜ。話の初期設定などは葛飾北星のペンネームで、ゴルゴ13の一部の原作などを手掛けた木村はじめさんが担当され、ストーリーも当時浦沢先生が柔らと同時進行でやってたため彼がって話になってて、当時ビッグコミックの編集長をされてた長崎隆さんも携わってたんだけど、ほとんど話が上がってこず、来てもストーリーにそぐわないってこともあったらしく、ストーリーに関しては浦沢先生と長崎さんが考えてたと言われ、ほぼ何もしてなかったってことか。まあまあ、後に葛飾北星さんから原作を降りたいという話が出て、実際に降りたかどうかは不明だけど、そこで浦沢先生からの提案で、今まで通り印税は折半で構わないって話になったけど、著作表示に関しては今まで通りではおかしいから、増刷分から葛飾さんの名前を小さくしてほしいと希望され、その方向で進んでたんだけど、それを聞いた友人である、おいしんぼの原作者刈谷哲先生から、すでに個人になってた木村はじめさんに代わり強く抗議したことにより、造反をすることが難しくなっちゃったんだ。ややこしくなってるぜ。この騒動で長崎さんが編集長を退任して小学館を退社することになり、浦沢先生は小学館から講談社に移籍することになったと言われてるけど、過去に長崎さんが葛飾北星という架空の人物を作り、その印税を妻の口座に振り込ませ横領を行い、それを浦沢先生と仲が
が悪く美味しんぼの連載が打ち切られそうになってた刈谷哲先生が、小学館の役員に働きかけ外させたっていう、小学館内の派閥争いに使われたなんて話もあり、長崎さんが小学館を退職されたのは2001年の話でもあるから、ひょっとしたら長崎さんが絡んでる可能性もありそうだけど、それだったら過去にその件で長崎さんを失脚させたとされる刈谷哲先生が出てくるのはおかしいし、なんかめちゃくちゃややこしい話でもあるよ。めちゃくちゃこんがらがってるぜ。仮に長崎さんがそうだったとしたら刈谷哲先生とは何らかのつながりや意図がありそうだし、浦沢先生とは関係が悪くなってそうだけど、20世紀少年をはじめフリーになった後も浦沢先生の作品に関わりあるし、関係性が悪くなってるってことはなさそうだし、その真相はなんともってとこある感じ。今では完全版が発売されてるし、表記部分が変わってることから何かしらの問題はあったと思われるけど、素晴らしい名作の一つってのは確かだね。そこは間違いなさそうだぜ。いやあ、静けさのあるいい雰囲気で、深いストーリーに様々な歴史や雑学的な話など、ためになるところもあったし、人間の辛さや悲しみ、喜びや愛情といった様々な感情が描かれる、人間ドラマってところが味わいがあり、見応えがある作品だったね。ちゃんとじっくり見たくなった作品だぜ。1話完結型だから時間が空いても見やすさがあるし、1話1話に特徴的なキャラや深いストーリーがあるから見応えがあるよ。深夜アニメが盛り上がりを見せ始めてた頃の作品で決してマイナーな作品でもなく、漫画好きの家に行くと大体コミックがあったし、近所の喫茶店とかにもよく置いてあったし、ほんと名作が深夜枠っていう贅沢さがあった感じだね。視聴者層が多い枠の方がもっと見られる機会があったのでは？って思うもったいなさもあるぜ。まあ内容が深めで大人向けな作品ってとこもあったしね。やわらの大ヒットで有名になり、後のモンスターですごい話題を呼んで、20世紀少年の実写化でさらに注目を集め、漫画やアニメの原作は実写化で成功しにくいと言われてる中、大成功を収めた作品ってこともあり、本当浦沢先生はすごいなって思うよ。確かに王道な要素もありながら視点の違った面白さがあるぜ。いやー、アニメって本当にいいもんですねー。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。